これね、ちょっと僕なりに考えてみたんですけど、この黄色のね、部品がついてる、この部品、この機械ですね。これは多分地面に刺して、このドリルで穴を勝手に掘ってくれる機械だと思いますね。うん。この足が勝手に動いて、ま、このお墓の形に掘ってくれる。で、そこに入れるっていうだけのものだと思いますね。これはもう墓掘り切り間違いないと思います。で、これがフォークリフトですね。 ま、これはどう使うのかちょっとわかんない。人が乗って使うのか勝手にやってくれるのかわかんない。まあ多分雰囲気的に勝手にやってくれるんだと思うんですけど。まあこれはフォークリフトですね。よく見かける機械ですね。で、この人たちは企業単位。企業単位と企業新人社員。これ見張りですね。役立ち者とかが来た時のために、こうやって見張ってるわけですよね。うん。じゃあ、エッジウォーターに入っていく前に、その手前にあるこの建物をちょっと見ていきましょうかね。はい。じゃあ、ちょっと外側から。でね、この、 え、エッジョーダーとか、まあまあこの辺で使われる建物っていうのは、だいたい結構ね、組み立て式のインスタントなものが多いみたいです。結構ロード画面とかでも出てくるんですけれども、あの、まあ普通にね、まあ丸っこい形で出てきて、でそれを組み立てれば、もうこんな感じで家みたいになりますよ、みたいな感じのやつです。だから位置から建設されたっていうよりは、持ってこられて設置されたっていう感じですね。で、窓があって、まあいろいろ、機器が外にありますよね。これ多分なんかあれかな、燃料的なやつをここに入れるんかな。 繋いだりとかするんですかねこれ。うん。裏面は結構パイプ類が露出してますね。ああ、お墓掘りの関係者。これはあれかなサイラスの仕事場かなうん。ぽいですね。サイラスの仕事場っぽいですね。喋るとかもあるんで。ああ、墓掘り機もありますね。うん。サイラスの仕事場で間違いないと思います。で、このターミナル。これがすごくこのゲームで重要で、まあ、普通の人が喋っていないことであったりとか、まあ、企業の情報とか、まあ、そういうメモとかね。そういうのが全部含まれている、まあ、パソコンみたいな。 感じの機会です。フォールアウトシリーズとかでも結構お馴染みですよね。これを見ることで結構世界観が分かってきたりします。なんで早速見ますね。スペーサーズチョイス。よく頑張った。この先も頑張って。スペーサーズチョイス。この上に出る挨拶は、まあ、その一番上がね、企業のタイトル。このターミナルの統括している企業のタイトルが出て、で、その下に結構テンプレでね、入れ替わるんですけど、まあ、まあ、結構その企業の体質を表している言葉が出ます。よく頑張った。この先も頑張って。スペーサーズチョイス。一息つきましょうとかじゃないですね。この先も頑張ってって言われてますね。うん。 エッジウォーター、サルツナ缶詰工場、所有者、スペーサーズチョイス、端末アクセス、ようこそ、下級埋葬員さん。っていうことなんで、やっぱりこれ、サイラスのターミナルですね。メッセージ。差し出しに、埋葬員協会。差し出しに、埋葬員協会。宛先、スペーサーズチョイス、エメラルドベール、地区下級埋葬員件名お得なお知らせ。読者の皆さん、配送員協会解放の、購読期間が終了しました。 この機会に購読の更新をご検討ください。今すぐ更新すると特別に最新の観光物もお付けします。その名も、機関シャベルガゼット。ああ、宣伝ですね。企業がその労働者に対してする宣伝みたいなもんかな。埋葬院協会解放っていうのが <laughs> 発行されてるみたいですね。一体どんなものなのかわかんないんですけれども。その埋葬院っていうのも、まあもちろんここのね、あの、スペーサーチョイスのこのエメラルドベール地区のこのエッジウォーター以外にも、まあもちろんテラツーって惑星なんで、いっぱいいろんな街が多分惑星に作られてると思うんですけど、 その中で一人一人、埋葬院っていう人がいると思うんですね。その人たち全員に一斉送信されてるメッセージですね。だ多分結構初期のものやと思いますね。これ日付が書かれてないのが結構困っちゃうんですけど、いつかわかんないんで、でも結構多分この人が働き出してすぐぐらいに来たやつだと思いますね。2件しか来てないんで、これともう一つしか来てないんでね。もう一つ見ますね。差し出し人はスペーサーズチョイス人事部。宛先はスペーサーズチョイスエメラルドベール地区下級埋葬院。同じですね。件名は公式広告コピー。 エッジウォーターボチはスペーサーズチョイスさんの所有地です。スペーサーズチョイスファミリーは生まれてから死ぬまで家族の面倒を見ます。墓地の区画と墓石はスペーサーズチョイスから手頃な価格で提供されています。ゆったりとしたくつろぎの区画。墓石の彫刻及びモノグラムはカスタマイズ可能。サイエンス振興団による追悼文をサービス。プライバシーに配慮したスペーサーズチョイス。ブランドの 墓地で安らかな死後っていうことなんですけど、このスペーサーズチョイスが歌っていることは、ていうかまあほとんどの企業がそうなんですけれども、スペーサーズチョイスで働く社員っていうのは、スペーサーズチョイスの所有物なんですよ。財産なんですよ。まあそれはもちろん死後もっていうことなんですけれども、で、これは多分その、宣伝文句としてこういうのを言ってくださいっていうふうに多分その企業の方から言われているっていうことですね。このサイラスがね。うん。あまあでも基本的に宣伝ですよね。最初に戻る。在庫ログ。埋葬請求書。 氏名セオドア・グレンジャー。死因、産業事故。これ多分工場の事故ですね。働いてる間の事故です。埋葬状態。墓地13の F に埋葬済み。墓地使用料は支払い済み。埋葬員の突起事故。テディの遺体には片手がなかった。墓地使用料はゴビッと負けておいた。俺は親切だからな。まあ、多分このセオドア・グレンジャーっていう人の相性がテディなんかなうん、多分この人が埋められてるんで。で、片手がなかったから墓地使用料をゴビッと負けたと。うん。 どういうことなんやろね。まあ、ここの部屋このぐらいにしときましょうか。なんかあるね。早期退職。残りの人生贅沢で快適に過ごしたくはありませんかビザンチウムのアーチ型天井に憧れがあるでしょう。早期退職がついに開始いたします。早期退職こそがビザンチウムへの夢の切符です。早期退職はロックウェル議長とクラーク大臣からのあなたへのプレゼントなのです。早期退職の対象者はくじ引きで選ばれます。当選者はハルシオンの宝石。ビザンチウムへの片道切符を得,得できます。 これね、結構後で分かってくるんですけど、まあ、この時点で考察でしかない。まあ、多分当たってますけど、一応説明すると、このテラ2っていう惑星にある、まあ、同じくね、テラ2っていう惑星にあるビザンチウムっていうすごく立派な街があるんですよ。その街は基本的に労働者っていうのはほとんどいないんですけれども、その理由は、他のところで労働者として働いて、満期。言ったら働き終わった人が行く場所です。そこがビザンチウム。 で、言ったらその退職者の楽園ですよね。いっぱい働いたからここで裕福に暮らしてくださいっていうそういう場所があるんですけれども、そこに、言ったくじ引きで行くことができますよっていう広告です。うん、なんじゃそらっていう話なんですけど。で、このロックウェール議長っていうのはま、あ評議会の議長ですね。で、クラーク大臣っていうのは地球大臣と呼ばれています。まあ、地球と、ま、このハルシオンをつなぐ大臣ですね。うん。まあ、これも後々分かってきます。うん、だからこの広告を打つ意味ですよね。 あのくじ引きで選ばれるっていうことなんで、うん、ちょっとこの広告を打つ意図に関してはちょっとわかんないですね。もっと頑張ってくださいやったらね、その、働く人にもっと頑張れよっていうあれなんだと思いますけど、くじ引きで決まるなら、ただのサービスですかね。ちょっと優しくしたんですかね。じゃあ引き続き、次はこの隣の家をちょっと見ていきたいと思います。多分ここはサイラスの家ですね。 はい。墓掘り機もあるんで、ここはサイラスが使っている家ですねで。サイラスの仕事場がさっきのところ、まあ事務所ですよね。ここが生活空間っていうことになります。あ、やっぱりこれコンロですね。洗い物とか結構ほったらかしな感じですね。お酒も飲むと。このポスターは何でしょうね。あ、トスボールですね。うん、トスボールがね、結構その娯楽としてそのスポーツみたいな感じで喜ばれてるんですけれども、あの実際あるんですよ。そのトスボールっていう競技が実際にね、あのアメリカとかで。 それを言ったらそのサイラスも好きみたいですね。これも結構ね、アンリライアブルの中にある設備とすごく似てるんで、こういうのって多分大量に量産されて、もうだいぶ汎用的にいろんなところで使えるようにしてるものっていうことだと思いますね。いろんな種類があるわけじゃないっていう。冷蔵庫もどこ行っても一緒なんで、それももうゲーム的にね、そうやって言われてそうなんですけど、まあ世界観として見るならそういうことですよね。もう企画が定められたものを大量生産して、それをいろんな人に配ってるっていう状態ですね、これ。 シャワールームも面白いんですよね、これね。これトイレなんですよね、これ多分。これがトイレで、これがシャワーかなうん、シャワー。で、これが、まあ、洗面所ですよね。それが一つになって、しかも仕切りもないんですよね。この辺の世界観がちょっとね、ねマットも置いてないですからね。タオルもないしな。え、どうしてんねやろ、これ。ちょっと不思議ですね。こん中に入ってんのかなもしかしたら。ここ開けたらタオルとか入ってんのかなうん、かもしんないね。サイラスの脂質も見終わりましたよ、と。 いや、でもしかしいい景色ですね。本当に。じゃあエッジウォーターの中入っていきましょうか。このエッジウォーター、改めて説明しますけれども、ここはスペーサーズチョイスっていう企業が管轄している町になります。テラ2には他にも街はたくさんあると思うんですけれども、そこが全部スペーサーズチョイスかどうかはちょっとわかんないです。ただこの町に関してはスペーサーズチョイスっていう企業が完全に、まあ、管理してるというか、まあ、牛耳ってるというか、そういう状態です。あとはそこで働く人々、生きてる人々がどんな人たちかっていうことですよね。 中に入っていきます。来ました。エッジウォーター。来ましたね。まあ、外観を軽く見てからちょっと中も見ていきたいんですけれども。うん、そうですね。結構瓦礫とかが放置されたまま。街の様相としては非常に汚い感じですね。うん。あんまり綺麗に管理されてる感じの街ではない。キノコが至るところ生えてますね。 多分このキノコを使ってるんでしょうね。缶詰工場では。まあ、ついてから45年なんで、まあ、5年ぐらい経ってからここに住んだとしても、まあ、40年。まあ、そのぐらいかなって感じですね。結構傷んでますけど、むしろ綺麗なぐらいかな。あー、だからこのキノコとか結構ね、なんか欠けてるじゃないですか。これ多分ね、食べてるんですよ。あのスプラットとか。スプラットってこの街とかにも全然その辺いるんですけど、多分スプラットがか,かじってるんでしょうね、これ。その表現ですね。これは裏側ですね、家のね。配電版みたいですかな、これ。 ほとんどが電気で動いてるはずなんで、多分これブレーカー的な役目を果たしているものやと思いますね。でまたこっちも瓦礫が,れきが、えー、散乱したままと。結構掃除とかやっぱできてないですね。そこまで回す余裕がないんでしょうね。人死んでますね。あら、住民。こっちもね。街の隅っこで人死んでるって結構やばいですね。まあ、アイテムではちょっとわかんない感じかな。ピットカートリッジとか。うん、あんまわかんないね。ん破れた手紙、アナへ。君の母は伝染病で亡くなった。 治療対象に選ばれなかった彼女が回復することはなかった。海の近くに遺体を埋める場所を見つけた。車内規定では遺体は墓地に埋めることになっているが料金が払えない。あ、あ、なるほど。で、ここはああ、人死んでますね、住民。お墓を掘ってた人がここで死んでるってことですね。何があったんやろうねこれわかるんかな、後で。 日が落ちたら埋めに行くつもりだ。最後の別れをするために。夜に一人で出かけるのは危険なのは分かっている。けれど、やってみなければ分からない。ただ君には母がいい人であったことを知って欲しかったんだ。あの出来事について母を責めてはいけない。彼女はできる限りのことはやったんだ。ただ、その努力が十分じゃなかっただけのことだ。愛しているよ。父より。さっきのお墓のところで死んでたのは、さっきね、外にあったでしょ。犬が三匹おって犬の説明してる時におった、あのお墓。 なんでこんなとこにお墓あんねやろって言ってたじゃないですか。あれ、これや。この人が穴やね。で、この人のお父さんがさっきの墓場の前で死んでた人。で、そのお墓に埋められてた人はこの人のお母さん。で、これも後々分かってくるんやけれども、まあ、サイラスが管轄しているあの墓地に、 基本的には死んだ人は絶対に入れなければならない。で、入れるならば埋葬料を払わなければいけない。っていうことなんですけど、料金が払えなかったんですよ。でも、やっぱりお母さんをちゃんと弔いたい。まあ、この父親からすれば妻ですよね。を弔いたいっていう気持ちがあって、外に埋めに行く。自分で埋めに行くっていうのを決めたんですね。でその社内規定では、遺体は墓地に埋めなきゃいけないけれども、まあ、外に埋めに行くって言って夜中に出かけたんでしょうね。で、その結果、犬に襲われて、墓地に埋葬はできたけれども、自分は死んでしまったと。 で、このお母さんが何をした人なのかちょっとわからないですね、こっからはで。あの出来事っていうのが何なのかちょっとわからないですけれども、まあ、お母さんは伝染病で亡くなったっていうことですね。この先ほども言ったんですけど、この伝染病っていうのが結構流行ってるんですよね、ここでは。うん。で、その理由も後で結構明らかにはなってくるんですけれども、うん。そうですね。治療対象には選ばれなかった。この治療対象に選ばれなかったっていうのも結構重要な部分なんですよ。 何があったか分かんないけれどもってことですよね。うん。お母さんを責めるなって言って。で、なんでこの人が死んでるかですよね。この人はね、見た感じ女性っぽいんですよ。ちょっと暗いんで分かんないと思うんですけど、まあ、髪型とかこの雰囲気とか、あとはちょっと胸出てるんで、多分この人は女性。だからアナですよね。アナっていう女性。で、こっちの人がちょっと男性っぽいんですよ。って思うと、まあ、可能性として考えられるのは、まあ、この二人は恋仲やったっていうことが結構自然かなと。まあ、この二人なんでね。 まもしかしたら何らかの反逆者なのか、ちょっとわかんないんですけれども。で、この人とこの人が多分殺されたか死んだか自殺したか、これが何かわかんないよね、これ。これもしかしたらなんか薬物なんかな結構散乱してるとこ見るとその可能性も出てきますよね。自殺っていう可能性も出てくる。ま、これは後でわかるのかなうん、とりあえずこの裏でね、二人死んでたっていうことでちょっとさすがにいきなり重いなっていう感じなんですけれども。 じゃあちょっと外もこの辺にしといて、ちょっと中見ていきましょうか。えー、まずこの右側のこの家から。